スタジアムにいらっしゃる方だとか、あのメディアの方からありがとうと言っていただけたりする時がやっぱりやりがいを感じる時だなと思います。相手がお客さんなので、自分自身気を使いながらそのお客さんと触れ合う大切さを、噛みしめて頑張っていくことがやっぱ難しいですよね。僕も正直年齢が62なんで、あと10年ぐらいだと思うんですけど、やっぱし若い学生なり、そういう人たちが中心になって頑張ってくれれば、いいボランティアの会ができるんじゃないかなとは思いますけど。今やってる人の継続っていうのが、まず大前提になってくるんですけどですね、それと同時に、新しい方という参加をその募る方法としたらですね、市の広報であったり、それとかトリニータのホームページを利用して、そこの中で参加を促すというような活動をしています。